ケーレブ・マーティン・ジョゼフは、アメリカ合衆国テネシー州、ウィリアムソン軍フランクリン出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。現在は、フリーエージェント。愛称は、ケイ・ボブ、ケボブ。弟は、同じプロ野球選手の交番ジョゼフ。2008年の MLB ドラフト8巡目で、ボルチモア・オリオールズから指名され、契約を結んだ。2014年は、 トリプル A 級ノーフォークタイズで開幕を迎え、5月7日に、オリオールズとメジャー契約を結んで、アクティブロースター入りした。同日のタンパベイレーズ戦で、メジャーデビュー。9番、ホシュで、先発起用され、サンダスウムアンダに終わった。マット・ウィータースが、怪我で離脱した後は、ニック・ハンドリーと共に併用でマスクをかぶった。2015年も、ウィータースを差し置いて、 正保資格で起用され、100試合に出場した。バッティング面では打率、234、11本類打49打点という成績を残して、長打力を発揮した。守備では94試合でマスクをかぶり、3失策、守備率、996、守備防御点プラス12、盗塁阻止率33%だった。2016年は、ウィータースが、 正捕手に復帰したため、控えに回って49試合に出場。打率、174と不振に苦しみ、23本のヒットを放ちながら長打は2塁打3本だけ、打点も上げられなかった。守備では48試合でマスクをかぶり、2失策、守備率99、994 DR、DRS プラスに、盗塁阻止率31%だった。2017年2月に、 ジョゼフ側が要求した年俸100万ドルは年俸調停で70万ドルに引き下げられた。89試合に出場して打率256、8本塁打、28打点を記録した。一方で守備では81試合でマスクをかぶり、3失策、守備率989、DRS プラス10、盗塁阻止率18%だった。 2018年11月30日にノンテンダー FA となった。2019年2月13日にアリゾナダイヤモンドバックスと1年契約を結んだ。オフの12月2日にノンテンダー FA となった。2020年1月19日にトロントブルージェイズとマイナー契約を結んで、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになったと報じられ、翌20日に正式公示された。 9月5日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。9月11日にリーフとなり、15日にマイナー契約となった。レギュラーシーズン終了後の10月15日に FA となった。ありがとうございます。